皆さん、こんにちは。バスカードモンです。今日はですね、エレガット、生落とし走5番勝負、最終日ということなんですけども、実は山形の実家の方にですね、もう一本エレガットが置いてありまして、それはヤイリの CE3 というエレガットなんですけども、まあ今こういう時期なんで取りに行けないので、まあ残念ながらそれは試走できないんですけども、まあある意味国産のエレガットでは定番というか、まあよくヤフオクなんかでも見るギターですね。まあそれはまた次回、試奏したいと思います。で、今日はですね、まあ番外編というか、まあでもある意味これはやっておかないといけないというか、この横にありますヤマハの、まあ、エレガットというかサイレントガットギターですね。まあこれは最新式のやつなんですけども、結構チューナーとかリバーブとか、あとなんか新しいこのマイクシステムというか、まあいろいろついてまして、ヘッドホンで練習するには非常にいい音がしております。が、さて、これが録音した音で聞くとどうなるかということで、今日はやってみたいと思います。で、曲はですね、実は私の高校の先輩、坂田商業の先輩で、まあ、ギターをやってる人がいまして、最近再会したんですけども、なんとその方が銀座最後の弾き語りをやっている、まあ、ミュージシャンというかギタリストなんですよ。で、その方がですね、動画を上げていまして、その時の中の一曲が「ラブスコール」と言いまして、ルパン三世の映画かなんかに使われていて、峰不二子のテーマらしいんですね。まあでもそれをですね、その銀座最後の弾き語りの方は歌っているんですけども、まあその動画を見まして、あ、なんておしゃれな曲なんだろうなと。これソロギターでやってみたいなと思いまして、ここ2、3週間ぐらいそればっかりやってました。で、結構難しいんですけども、なんかこうすごくおしゃれで、まあちょっとボサノバタッチみたいな感じなんですけども、なんか今というか今ちょっと中止ですが、三鷹でやっているソロギター生 BGM の最後の曲なんかにぴったりなんじゃないかなと思って、まあ日々練習してます。ではですね、エレガット生落とし走5番勝負最終日はヤマハのサイレントエレガットギターで、峰不二子のテーマ「ラブスコール」をいってみよう。